実は最強、幻の本編未登場フォーム4戦、1つ目、サイクロンアクセルエクストリーム、フィリップとテルイリューが変身した究極のダブルであり、完全な戦闘マシーンになってしまうフォーム、ダブルの力が最大まで引き出されるため、テラドーパントを倒す構想に登場しました。しかし、フィリップが翔太郎の弱さも受け入れ、最終的にサイクロンジョーカーエクストリームになったため、このフォームは本編には登場せず、幻のフォームになりました。ファングトリガー、ファングメタルも出てきてほしい。2つ目、王者サバイブ、ネットドラマ、仮面ライダーアウトサイダーズに登場する王者のフォーム、ヒーローサガにも登場していましたが、公式でも登場することになりました。ヒーローサガではナイトのサバイブカードを奪ってフォームチェンジしていましたが、アウトサイダーズではオーディンのサバイブ無限のカードを使用しています。3つ目、龍河サバイブ、こちらはヒーローサガのみの登場、木戸真嗣と龍河が融合しサバイブ烈火のカードを使用して変身します。召喚機もブラックドラグバイザーツバイになり、契約ミラーモンスターもブラックドラグランザーに進化します。4つ目、ガタックハイパーフォーム、